で、価値ってなんだよ。お前に価値あんのか、お前に価値があんのか。だからお前が俺の価値を決めろじゃねえだろ。ねえ、俺がお前が俺の価値を決めることじゃねえだろ、この野郎。ねえ、お前関東連合の頭なんだよね。俺の先輩の関東連合の頭だろ。出てこいよ、早く。早く出てこいよ、お前。だから、じゃあもういいよ。俺、じゃあもう一人で行くよ。もうじゃあ来いよ。で、いいから出てこいよ、お前。怖いのか、ビビってんのか。おい。また屁こいたな、お前な。じゃあな、小山。お前はもう二度と何もいないからな、それ。おい、なんでこの野郎。なんでじゃねえ。なんだよ、俺。あ？やってみろ、この野郎。何でで、どこが関東の頭なんだ、お前。お前がだ、こっちで。お前はどこが関東の頭なんだ。知らねえよ。おい、どこが関東の頭なんだ。なんでよ。すっきりさせようぜ、そこ。何をすっきりしてんだよ。だどこが関東の頭なんだ。おい、宇田川警備隊がどこが関東の頭なんだ。なんだ。おい、お前が知らねえだけだろって。どこを知らねえ。何が知らねえよ。なんだよ。だ何が知らねえんだよ。だから何が知らねえんだよ。なんだよ。だなんだよ。なんだよ、酔っちゃって。何が先酔っちゃってだよ。な？なんでのお前。なんだよこれ。なんか。もう気持ちで来いよ。そういうことねえんだよ。そういうことねえんだよ。な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 んだよ。何言ってんだよ。な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 んだよ。関係ねえだろ、やっとあいつが助けてくれって言ったんだよ。あ？
あいつが手伝ってくれっつってやったんだよ。なんでその言い訳みたいな。じゃあお前はなんで竹止めで電話番号教えたんだよ。あいつはやりきったかったよ。あいつは騙されてるよ。じゃあなんであいつはよ、交番の目の前立ってんだよ。知らねえよそんなの。おかしいだろお前。その後働くのもおかしいだろって。じゃあそういうそんなバカにしてるやつのところで働くのかって。だってお前仲良くなってんだこって。その時は。だから仲良くなったってなんだって。だからその時仲良くなってんだよ。お前だろ。何がだよ。お前じゃねえんだよ。お前だってなんだよ。お前だって何が。お前が付き合わしたんだろ。あ？お前が付き合わしたんだよね。うん、そうだよ。そうだよな。でその後働けたんだからいいんじゃないの。お前が電話番号教えたんだよな。うん、教えなかったからよ。もらってねえよ。もらってないんだ。もらってねえよ。一銭ももらってねえからな。そうなんだ。一銭ももらってねえぞ。しかも示談金も一銭も払ってねえからな。うん、お前そういうふうに聞いてんの。聞いてねえよ。じゃあ適当なことかますな。何が。適当なこと言うなって。適当なことかますなっつってんだよ。何がだ。だから適当なことかますなっつってんだよ。何が。何がじゃねえだ。竹の子のことだよ。ああな、給料もらってねえし、お前は俺殺人未遂って言ったよな。あいつが言ってきたから。お前聞いたことを真に受けてよ。やめろしないで。そうだろ。おかしくねえかだって。お前が電話してきて働くところがおかしくない。なんでおかしいんだよ。おかしくねえだろって。認めてねえだろ。交番で待ってたって言って認めてねえやつと働くのかってお前。だからあいつが働いてくれっつうから。だからそれ認めてねえんだろって。で言い訳見てヘリクスって言うんだよ。だから何がヘリクスなのか言って。ヘリクスだろ。何がヘリクスなの。交番の前で待ってたやつのところで働いたんだろお前。そうだよ。ダセえだろなあいつ。なんでじゃあそのダセえやつを一発にしようとしてやったんだ。だからお前ダセえからお前こっちすり寄ってきて、で仲良くしようつって言ってきたんだよ。なんで。それ仲良くなるってことだろ。当然なの。馬鹿にしてんだろだって。その後な。その後じゃねえ。じゃあその時は何なんだよ。その後だとその時は金貸しに行ってんだよ。そしたら交番の目の前立ってんだぞ。金貸しに行ったんだ俺一人。わかるだろ意味わかるけど、お前はだからなんか働きたかった。なんか働きたかったねえぞ。頼むと働くのかって。俺は頼まれたから働いたんだ。なんで。その時は仲良かったんだ。わかる？その時は何が良かった？わかるじゃなくて、初め喧嘩で行ったんだろ、だって。喧嘩に来たの向こうだぞ。お前、ああお前が電話番号教えて、喧嘩売ってきたの向こうだからな。ああ俺じゃねえから。ああ知らねえんだよ、俺、竹野なんて。ああでも一緒に働いたんだろ。いや、そうだよ。手伝いだよ。来たぞ、このまま来たぞ。
しかも携帯引っ張らないから。せーの行くの。やばいです。何事もなく何事もなく何だ、いいよ、全然さすがに。で、結局何なの、何なのって関東連合の頭、関東連合の頭、いつどこで誰、シーバーで関東連合の頭っておかしいでしょ。ここだから関東連合の頭まともに会ったのもこんな初めてなんだからね。それでなんであんな俺のことガンガン言うの。お前がいけないんだろ。で俺がなんでいけないんだ。お前一番最初一緒に飲みましょうよって言ってたじゃねえかよ。そこに竹信が行ってきたんだろ。で俺は竹信に言ったから。で竹信が混ざってきたからいけないんだろ。そうだよ。だけど働いたわけじゃねえか、ずっとかけ回されたんだろって。で関係ねえじゃん。でも俺は竹信にもちゃんと言ってあるから。いや、西山は俺に電話してきて、ね、あいつ普段の電話では、俺そういう風にも配信もしてるから、あいつは普段の、あの電話で敬語もちゃんと使えるし、敬語くんってくんもつけてるし、ただ人前で俺に電話してきた時は、おーとか言って、ぽやまよーとか言って呼び捨てにしてるけど、あいつは配信外ではちゃんと敬語くん飲みましょうよ、いつ飲みますとか言って、来週でもいいんじゃないですかとか言って、で俺がで、あの勉強して資格試験受けるから。そんなすぐはみたいな感じで金もねえからっていうふうに言ってたら、じゃあ俺が出しますよぐらい言ってて、でそういうふうに、あいつはあれなんだっけ、次男坊だっけ、そうそうそう、うん、あそこでっていうか、そういう電話もしてるから、してきてるから、別に西山は悪いやつじゃないよって、うん、だけどあいつが、いや俺が警部が舐められるのが嫌だから、今となってはだよ、うん、今となっては、うん、竹沼クソだよ。そうだよ。でも当時、電話番号さえ教えなければ、こうはなってないんだ。いやいやいや、だけど、あいつは、あいつに、あいつはいいやつだから、そんな別にやるとかやんないとか、別にいいって。だったら、お前も性格似てるから、俺と話した感じで、西山と、なんか、酒が好きで、なんか、形性格が合うんじゃないかっていうふうに言ったら、だから俺は、とりあえず西山がああいうふうになってんのが、敬語に名前聞くのが嫌だから、うん、ちょっと一回電話させてくれって言って、そんなやっちゃう、俺やっちゃうからさみたいな感じだったら、いや別にやんなくていいよみたいな、そんなあいつちゃんと敬語使ってて、それもう約束もしてるからって、いやいや俺が引けねえから、とりあえず電話番号、あいつはかけましたね、結局。そうだよ、そうだよ、結局あいつはかけましたね、うん、でそうだったでしょ。そうだよ。でも俺に電話して敬語君飲みましょうよって言ってたじゃん、ちゃんと。だから飲もうよって話になってたじゃん。そうだよ。だからあいつだから電話番号教えるからいけない、うん、電話番号教えなかったそのまま、はい、でなんで電話番号教えたんですか。そういうふうに言うから。だからでもいや別に自分で限りつけるからよくない。でも俺言ってあるからちゃんと喧嘩腰だったよあいつ
俺に電話来たってあいつ首刺して殺してやるとかガンガン来たんだよ、うん、だからあいつとかそういうふうにそういう感じじゃん、あいつのこと喋っちゃうみたいな。でしかもだってまあ行った瞬間あれだよ、自宅で交番の目の前に立ってんだよ。であいつが悪かったじゃん。いやだから電話番号教えてもいいんだ。そうしなかったらこんなことになってない。だけど一緒に仲良く電話してきてたじゃねえかよ。だからその時はもう割れた時だ。割れた時じゃん。違うだろ。で割れた時じゃん。その前に3人で勤君っていう人と決めると一人飲んで。割れた時だ。割れてねえじゃん。ほぼほぼ割れた時だ。あれもろ仲良くしてたじゃん。じゃあなんで竹の子があの時行って竹の子があんなこと言ってきたの。よく思ってなかったね。知らないよ。俺にそれでいきなり電話してきて仲良くなってたのにって言って。ベロンベロンだね。で2人で俺に何かモノマネやるよとか言って俺やってたじゃん。やってたじゃんめちゃめちゃやってた。そうだよ。そしたらその2日後ぐらいに電話かかってきて、うん、あれだよ、なんかあいつ仕事来ねえんだよねって言い出したんだよ、うん、竹中が。それで割れたんだよ。それは俺知らねえから。だってそんな仲良く電話して、うん、モノマネまで別になんかその長野になんか面白いことやる。しかもあいつから給料もらってなければ、うん、仕事ばっかりだったこともないし、しかもあいつなんかわけわかんないところ適当に飛ばして自分の俺のことはちゃんと言ってあるから適当な嘘ばっかついてたんだよ、ずっと。だから割れたんだ俺は。いやだけど仲良くやってんのって言ったら西山頑張ってくれてるねとか言ってすげえ。そう仕事はね、うん、仕事のところ頑張ってやってたの。俺たちせっかくなるぜとか言って言ってたよ。そしたらあいつ勝手に言ってたからそれ、うん、でそれでその2日後3日後に友は、うん、じゃあお前西山が、あいつがまた俺に切れてきたんだ、うん、お前よとか言ってその YouTube、うん、あいつが上げろって言ったじゃん。モノマネをしろって言ったわけじゃん。そう、うん、でして上げたわけじゃん、うん、そしたらお前俺のこと言ってんじゃねえよとか言って言い出したんだよあいつが。もう知らんけど、そのメール残ってるじゃん俺の LINE で。そうで僕自分は言ってないですよとか言って俺にメール送ってきてくれたじゃん。だって俺言ってねえもん。そうだからお前トマも言ってる、あ西山トマも言ってんだよとか言って。あいつあれだよ、食いながら飯食いながら全部こぼしてんだよ。そのぐらいの次元に酔っ払ってたんだよ。いやだからそれで揉めたんだよ俺は。それ構わないもともとは揉めた原因っていうのはさ、うん、竹野のとこだ。じゃあだから竹野がそのモノマネをしろって言って、うん、俺は別にもう仲良くなったわけじゃん、うん、仲良くなってそれも聞いてて今度一緒に飲もうよって言って電話もしてたじゃん、うん、その日にも、うん、今度飲もうねって言って今福岡来ちゃってるから、うん、島根県行ってるからじゃあ来週でも飲もうよって言ってたじゃん、うん、そしたら漏れたんだよ。それをそのあげたやつをお前トムもお前俺の名前言ってんじゃねえよって言って、でお前なんか芸能人かなんかの勘違いしてんじゃねえよってなったんだよ。あそうなの。俺は知らんけど。それでトムも俺のこと勝手に言ってんじゃねえってお前言ってっかんなこの野郎とか言ってて言ってんけどな。そしたらそれで俺がその配信したら俺は言ってないよってメール送ってきてくれたじゃん。俺言ってねえもん。そうそれでお前西山言ってないっつって今メール入ってんぞっつって俺は言ってないけどねって言って配信してるけどって言ったらであいつがそれで西山とそれで西山と揉めたんじゃないの。違う。それで揉めたんだよ俺たちよ。そうです。頼むでしょ。そう、それで、違う。そしたらまた電話してきて。全然違う。いや、そう。理由が違う。理由は、あいつのところ3回勝ち込みかけたんだよ。だから、その勝ち込みかける前は俺とそうなってたわけじゃん。それで、俺がその掛け合いして、うん、で、西山は俺に送ってきてくれたわけじゃん。うん、俺は言ってないよって、うん。で、俺がそれを添付してメール送ったの。うん、そしたら、うん、あいつはめくれちゃったみたいな感じじゃん。うん、そしたら、うん、俺のことを裏切ったと思ったんでしょ、西山は。違う、全然それ関係ない。いや、関係あるよ。割れたのは関係ない。いや、それで俺に。そこじゃない、割れたの。いや、それで俺に、その後、あいつって言って、なんか敬語は俺が悪かったってなって、うん、で、西山は全然、仕事来ないんだよね、あいつはやっぱ言ってあいつそばっかついてた。いやだからそれで はめたんだよ。今度はこっちで西山と竹信は俺をはめようとしたけど飲んなかったわけじゃん、うん、普通に飲もうみたいな。それで俺がそれを証拠を見せたら今度は俺と組んで多分言って言わないでなったんだよ絶対。なんか言ってたかな何か。いや俺それ言ってない。
そんな話はしてない、竹の子と。俺が竹の子っちに襲いに行ったのは、給料の話ね。なんか給料、なんかもうお前電話かかってくんじゃねえよっつって、うざってえからっつって。もうその間、もう仕事のことで結構割れてたから、お前いいように使っといて、なんだこの野郎っつって。お前なんか俺、何ヶ月も俺なんか、働いてくれっつって、何ヶ月も渡されて。で、その間、なんかやってくれっつって。俺パソコンでいろいろやってやってたの、あいつで、それで俺もなけりゃ何にもないよ。しかもそれで給料も発生するわけじゃないし、で、そのことを積もり積もって、てめえこんな野郎ってなって、で、もう給料いらねえからっつって、もう俺に電話してくんなっつって言ったら、また電話してきて、給料払うよって言ってきた。いらねえよっつって。で、それで俺揉めてる時に、もう何人かもうあのビデオ通話やってた時に、もういらねえよこの野郎って言った時に、もう正常ケースが俺んち来たの。それで、あいつが呼んだから。で、俺もこの野郎てめんち行ってっからな、この野郎。最初はあいつが俺んち来るって。いや、俺はだけど、なんでその後それ全然関係ない。だけど、そういう感じで、なんか、俺に言ってきたんだよ。だから、あいつ嘘好きだもん。だから、仕事に来ねえから、あいつ、だって仲良くやってたんじゃない、それで仲良くやってたんじゃねえのかって。で、あいつも俺にキレてきて、お前よって言って。それは俺の事件だと。事件の前だって。事件の前に言ってんの、あいつ。そうだよ。だからずっと揉めてんだよ、だから俺あいつ。違う、だから、その、俺が島根県に行った3日後ぐらいの話。3日後うん。それで揉め出したんだ。3日後なんて言っとくけど、うん、俺、あいつのところ仕事してないからね。いや、もう仕事してない。してない、してない、してない、してない。あいつがずっと伸ばしてたの。あ、今仕事の話、仕事の打ち合わせしてるって言ってたんだ、子供たち。あいつがそういう風に言ってただけで、うん、でずーっと伸ばしてたの、あいつが仕事を、うん、で俺は手伝ってくれって言ってくるから、じゃあ手伝ってやるよって言ってたで、うん、そうしたらずーっと伸ばすの、何ヶ月も。あ、まあだけど次に電話取ったのは、そういう感じ、あの、俺もちょっと期間があったかもしれない。それで、一回揉めて、うん、いや全然そういう関係ない。いや、揉めて、その2日後ぐらいに、でもふざけんなよって言って、お前があげろって言ったのに、うん、お前そしたら俺付き合わねえからなって言ったんだよね。お前がそうそうモノマネみたいのしろって石山と2人で言ってきて、俺あげてんのに、あ、うん、げたって言ったのに、お前はそういうふうに言うんだなと、うん、だけど俺はそのままそうしばらく放置して、うん、で今飲んでるとか仕事するって言ってたから、そしたら仕事始めてたんだよ。それで、ね、あん時全然始まってないから、うん、だけどなんか今は、現場に入るのに保険のこととかって言ってるでしょ、うん、で本当入れるのあれって。で向こうがなんかガキをね、少年を 2,3 人雇ってた、うん、それでジジイいたでしょ、ジジイ。わかんない。ジジイいたのよ、ジジイがいて、そのジジイも引きずり回してぶっ飛ばしてないです。でそれでもう少年たちをクビにしたの全部、うん、で全部クビにして、その金もね、うん、もう本当は1万加藤君、4千円かな。もしもーし、はい、加藤ちゃん、あれ話それ住んでんすか、それ何が今話してる最中だよ。おい加藤すごいぞお前、ストーカーみたいに俺に近寄ってくんな。いや、俺話したいことがあるから出やすいんだけど、全然出ねえからいや、だからこっちは忙しいんだよ、いろいろ動いてんだよ。また電話するよ。じゃあ電話待ってるわ。うん、はい、はいはい、ありがとうございます。俺に出したの、しゃん、お前と俺に出会ってたコメントでも出てくる加藤が、あ、加藤くん、加藤ちゃん連絡仲いいの。もう仲いいっていうか、向こうが勝手に言ってくる。あ、そうなんだ、だからもう佐々木さんのとこ出たでしょ、彼は。だからもう佐々木さんとはもう話ついてるから、うん、もうこっちも口出さないし、うん、ね、向こうも口出さないしってことで蹴りついたから、俺はもう向こう派だと思ってるから、加藤はね、うん、だからもう話ついたから、別にもう連絡しないよ、もうしてくんなよっていう話してたの。でそしたらコメントでもすごく来るから分かったよっつって。あ、昔から仲いいの。いや、昔から俺全然知らない。あ、知らないんだ。多分売れたはしてる。あ、そうなんだ。へえ。こういうふうにまともに出てきてくれればさ、俺と最初の話になるんだよ。お前喧嘩ついただろ。喧嘩だって、別に喧嘩つったのよ。でも最初から出てくればよかったんだよ。なんで出てこなかったの。
30人ぐらいいるのかな。いるわけねえだろそんなに。しかもだよ、しかもだぜ、うん、あれ2回目俺行ってねえからね、まあ、俺ら舐めてんのかよって言ってたから、一番最初30人くらい来てんのかなと思って、うん、知ってこれ。しかもあれだよ、あの命のやり取り、障害ですとか言ってんだよこれ。え、障害ですとか言ってんだよ。俺ピンポン押してたけど障害ですとか言ってんだよ。だっておかしいだろっつうの。しかも1回目はあれ竹の部分いたけど、うん、2回目は俺いないからね、うん、1人だろ。そうだよ、俺出てって、その先生で上に言うと、俺王様だからやとか言うよ、こうやって。なんだよ、それ王様って出てきたら嫌なやつじゃん。ざけんなよ、俺これからずっと待ってたやないか、ここで。いねえよ、ここまで出てきたもん。いや、俺思ってたよ。小山さん、俺知ってますよね。でも、あの、なんか見たことある。トモさん、トモさん電話して、トモって名前で、エクストララージの話で電話しました。エクストララージの店長さんとはいはいはい。ああそうなんですか。あれ、何トモ、僕は初めてです。友達ってか。あ、そうなんですか。トモね、だから最初からこういうの話せばよかった。結局、一番重要。ただ安木君やってないでしょ。やったから。いや、だからそこはちょっと訂正しよう。いや、本当にやったんだよ、俺は。それ多分違う安木君だ。だって俺だって、免許証も取ったから俺。あの、じゃあ顔で俺見たから。見たでしょ。うん、ズジイゲのやつ。顔変わっちゃった。前でもなんかじゃあ顔で俺見たから。